じゃあ皆さん、こんにちは、シンクと申します。本日8月2日の、ダウンロードセール見ていきたいなと思います。今週はですね、2つほど、とりあえずこちらからですね、8月5日から任天堂スイッチサマーセールが開催ということで、8月5日の月曜日からサマーセールが開催されるそうです。またいろいろ、まあ、動画が撮れそうだったら動画を撮ってみたいなとは思っております。夏物セールも来てるね。なるほど。んで、やってるのかな今回は。あ、今回はないのか。今回はね、あれですね。クッパ様キャンペーンはないみたいですね。まあまあ、前回あったからね。ゴールデンウィークあたりだったかな。まあまあ、仕方がないかなと思いますが。一応期間はですね、あ、期間はあれかな、あったあったと書いてた。5日から18日だそうです。と、もう一つ、こちらですね。これ個人的にちょっと嬉しい。8月9日から追加ということで、ゲームボーイアドバンス、ニンテンドースイッチオンライン追加プラスの方ですよね。ポケモン不思議のダンジョン、赤の救助隊かなが追加されるそうです。赤の救助隊ともう一個ね、ついで青とかがあるんでしたっけ？あちらも、まあ、いつか入ったら嬉しいなと思ってるんですけども、追加パックに、入っておりますと、ゲームボーイアドバンスの、スイッチオンラインのところに、ね、ポケモンの不思議のダンジョンに青の救助、赤の救助隊が追加されるそうです。まあ、個人的にはね、一応ね、ソフトは持ってるのでできるんですけども、まあ、できたらちょっとやってみたいなって思ったりもするので、まあ、近いうちに追加プラスになれればいいなと思っております。バイトも始めたしね。はい、ということで、今週のゲームソフトキャンペーンセール見ていきたいなと思います。一番新しいのが何これ？インスター&タイム？スターズ？スターズ？わからんけど。スターズっぽいよね。インスターズ&タイム。これ、エースキーを。になっております。ファセットビーストもセール来てるじゃないですか。ではでは、先週の一番新しかったところに画面切り替えて見ていきましょう。レッツラッ、ゴー！はい、ってことで画面切り替わりました。一番新しかったのはね、常識力バトルということで、青鬼もね、8日までなんだよね、買おうかな、まだ迷ってんだよね。ってことでね、見ていきましょう。今週34ページ、結構多い。34ページ、33ページ、まあぐらいかな。結構多いんで、まあ夏休みなんでね、で、あとお盆が近いんで、お盆前のセールみたいな、サマーセールみたいな打たれてる、多分メーカーさんも多いんじゃないかなっていう。予想でございます。まあ気になるものはガンガン見ていきつつ、こんな感じのセールになってるんだよっていうのを見ていただければなと思います。ポルティア来てますね。494円ですね。あ、プラネット村生だ。1680円。まあ、最近こうやってインディーゲーム触ることが多くなって、インディーのやつが目に映ることが本当増えたね。リンボも240円ですね。リンボ来てるってことはインサイドも来てますね。ダブルパックとかも売ってるのかな？どうなんでしょうね。さあ、鳥類弁護士もめっちゃ気になるんだよね。2622円、あれも気になってるタイトル。 Don't Starve of Together、 こちら503円ですね。やっぱ前みたいな200なんぼっていうさ、激安セールはなかなか来んね。前ね、めっちゃ激安セールが来てたんですけどね。 Don't of Together。 あ、ジュラシックワールド、1277円ですね。お値引き入っております。あ、来た、あったあった、インサイド。インサイド230円ですね。お、オーパス来てるじゃないですか。オーパス123、325円、649円、1742円ですね。1、2まだできてないから、1、2もやって、3、4も今ね、開発中なんですよね。気になってしゃあないわ。そういえばさ、お気に入りに入れれねえ、入れれねえって言ってたじゃないですか。お気に入りに未だに入れれないですね。未だに入れれないですね。おかしい話なんだよな。ちょこ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 試すんですけどね。お気に入りにね、未だに入れれなくてさ、なんでなんだろうね。めっちゃムカつくんだけど。気になったやつを、とりあえず、私はさ、YouTube の URL 概要欄に貼り付けてるから、まだいいんじゃけど、そうじゃない人はさ、ちょっと探すの大変だよね。フレデリカお値引き来てますね。2980円。そうだね。早く治ってほしいな。あーオーバークックを。ガチガチって当たってしまったわ。
さてさて、さあ、マラノマサイトは1188円、ちょっと下がったね、前より下がった。ピクセルリマスターも値引きしてますね。スクエアエニックス1から9までの、違う、1から6までの、9じゃねえな、6までのやつ来てますね。7337円ですね。そうか、もう一声しないかな。もう一声しないかな。欲しいけどね。そう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 。せっかくだったらね。1から6。何気にやってないんですよね、私。FF って私7、8もやってないから、7と9ぐらいしかやったことないんだよな。FF の方が好きと言いつつ。だから、いつかやりたいね。1、2、3、4、5、6。まあ連続とは言わないけどさ。まあ、ちょっとずつちょっとずつね。よいしょ。さあ、アクトレイザー1760円お値引きしておりますよ。ウトから始まるが240円。オクトパストラベラーが3740円の、40円と、4680円。キャサリンフルボディが2687円。フルボディやりてえな。フルボディまだ持ってないんだよね。キャサリンの旧作プレイステーション3のやつ持ってるんで、まあそっちからやるのもありだよね。フルボディは追加っていうか、まあ新しいキャラもあるし、追加ストーリーなのかな？どうなんだろう？あんまり知らないんだけどね。お、逃走中、戦闘中、ダブルパックだ。2332円お値引きしております。あ、釣りスピリッツ、釣って遊べる水族館ね。4990円。あれもね、買ってあげたいなとは思ってるんですけど、まだ買ってないですね。そう、せっかくだったらね、子供たちに買ってあげようかなと。さてさて、塊魂。お、スパイファミリーじゃないですか。スパイファミリーもいいよね。面白そうだよね。何これ、上に天井がある。大きいになりますね。225円、お安いじゃないですか。いいじゃないですか。んーで、モンスターハンターだ。モンスターハンターも来年だったっけ、来るんだよね、新作ね。さてと、ジャストダンスじゃな、ジャストダンスじゃないのか。ヒップステップダンスって書いてた。ホップステップジャンプか。よっ。フェイユファームようこそ。あ、これ面白そう。4186円。面白そう。沼れそう。もう、ああいうのはもう沼っちゃうよね。なんかずっと遊べそうだもんね。わかる。バイオハザードも値引きしておりますね。990円がほとんどかな。何個か多分違うお値段になってると思いますが。お、ドーナツドドじゃないですか。ドーナツドド400円ですね。お、配信じゃない、配信912円、もう一つが2436円。バイオハザード、バイオハザードもね、やれてないな、結局な。難しいんだもん。作ってたいやき200円ですね。この作ってシリーズいいよね。お、ピクトさんじゃないですか。ピクトさん480円ですね。さあ、その他は、うん、うん、なんか G モードアーカイブスめっちゃ来てる。めっちゃ好きそうなんばっかり来てる。何これ。何これ、めっちゃ好きそうなんが並んでるわ。何々事件とかそういうやつ、そういうシリーズだ。こんなあるんだね。いつかちょっと G モードさんのやついっぱい買いたくなるな。やば、めっちゃあるやん。びっくりしたわ今。今回見てたら大変やから、ちょっとやめとくわね。なにこれ、ザ・ガーデン、ガーデンパス。これも気になるね。なんだろう、シェフレストランシミュレーター。最近シミュレーター系増えたね、本当にね。
あ、ジャレコさんだ。ちょっと話題奮闘中のジャレコさんじゃないですか。ジャレコさん、ファミコン、ピンボールと、妖怪クラブかな。あ、あと、あれじゃないですか。人狼金魚来てるじゃないですか。300円ですね。初回セールですね。さてさて、その他は、ゴーストリック2633円ですね。お、カイロさんが500円切ってる。495円。財閥タウンズ。ほう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 。500円切ってるの珍しいですよ、カイロさんが。逆転裁判。んで、逆転裁判123456コレクションが来たんですね。5242円ですね。はぁ、パッケージでも出してくんないかな。わがままか。ネットだからできるんだよな、あれな。さてさて、カイロさんでも今回ちょっと多めですね。いろんなところね、カイロさんがね。ここにもあるし、喫茶店のやつもあるし。カイロさん今回ちょっと多めにいろんなセール出されてる。カイロソフトはいつかね、スチーム版でね、全バンドル買おうと思ってるんですよね。お金貯めて。結構長くするけど、全バンドルバンって買おうかなと思って。スイッチの方では我慢してる。楽しそうだけどね、あれもね。お、アッパシーじゃないですか。アッパシーお値引きてます。4980円でございますね。あれ。よし。え、なにこれ。バッドノーム？違うな。なんて読むやろ。もうちょっと気になるな。さてさて、その他は、いいかな、ラストですね。これ気になるね、個人的にね。で、カセットビーストも値引き来てますね。1379円と2135円。 DLC だよね、あれね。 DLC もそこそこお値段するね、すご。うらいかな。はい、以上でございます。ではでは、シンクさん気になったやつ画面切り替えて見ていきましょう。こちら、ルッキングアップ IC オンリーア、なんて、コーリング？上に天井があるということで、ストレスの抱えた少女の屋根裏部屋を探索したいという短編推理アドベンチャー。へー、あー、面白そう。ちょっと面白そう。おーい、怖い、怖い、怖い。おーい。怖いわ、怖いわ。でもちょっと面白そう。へー。この短い推理アドベンチャーゲームで挑戦的な学生生活を送りましょう。なるほど。面白そうだな。でさ、まだここね、登録されないんだよね。ほんと、これなんだろうね。ずっとバグってんだけど。私だけなのかな？誰か教えて。さあ、次行きましょう。で、続きまして、フェイファームですね。フェイファームお気に入り入ってたわ。ようこそってことで、フェイファームね、牧場物語みたいな、4人まで遊べるゲームやってますね。続きまして、ザ・ガーデンパス。これなんだろう？どういうゲームだ？人生は素材を喜び、素朴な喜びに満ちた短い時間で気軽に遊べる街づくり、庭づくりシミュレーションゲーム。あー、なるほど。なるほど、なるほど。まだ見ぬ友人たちの持つ癒しの森の秘密を、庭を導き、自分らしい役割を見つけよう。ほう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 。あ、一応ローカルで2人まで遊んだりとかできるんだね。なるほどね。庭作りゲームなんだね。なるほど、なるほど。でも面白そうですね。続きまして、ジャレコさんですね。ファミコン版ピンボールクエストということで、ジャレコレっていうのができたんですよね。ジャレコのファミコンタイトルを連続する、リリースするプロジェクト、ジャレコファミコン編始動という第1弾はピンボールクエストとなっているそうです。なるほどね。ピンボールなんだ。ピンボールクエストって言ったから、あれなのかなと思ったら、ちゃんとなんかピンボールと違うのが入ってる。これ、あれだよ、ゴルフだよね。はぁはぁ、そうなんや。なんかちょっとピンボールじゃない描写もある。どんな感じなんだろう。ね。ジャレコさんの新しいやつですね。で、もう一つが、ジャレコレのファミコン版、ジャレコレの、これなんで、妖怪クラブかな？
ジャレコのファミコンタイトル連続リリースプロジェクト第2弾は妖怪クラブとなっているそうです。こっち全然わかんないや私。そうなんやジャレコさんを触ってこなかった私の末路である。はい、次行きましょう。続きまして、この間も、ご紹介して私も気になったやつですね。これね、お気に入ってないんだよね。人狼金魚でございます。一匹は人狼になりすまし、だから金魚側になりすまし、私は金魚ですよと言わんばかりに浮遊をパチャパチャ泳いでください。で、人たち、ポイの人たちはそれを釣り上げるっていう感じのゲームになっておりますね。これやりたいな、ひしくりでもやろうぜっていう話が上がってるんで、これやりたいなと思っております。続きまして、これなんていうものだな、怖いんだがなパッドのノーマー、違うな、なんていうのわからんわ。ひしひし何とわかる実況を加え、希望を信じ続けろ、これは勝利の戦いではなく生存のための必死の抵抗。これ面白そうなんだけどこれはこれで面白そうなんだけど、必死の抵抗、これあれなのかな、タワーディフェンス系なのかな、ストラテジーゲームですね。でもね、へー、バイキングの襲撃から自分たちの王国を守り抜くリアルタイム戦略シミュレーションゲーム。ああ、そうなんだ。これ面白そうね。いいですね。422円で遊べるのか。いいですね、これもね。面白そう。で、最後がこちらですね。インスターズ&タイムかな、自分だけしか知らない繰り返される世界。運命に従うタイムループ、抗うか。運命に抗うタイムループ系アドベンチャー RPG。面白そうですね、これもね。もし自分、過去の失敗 を繰り返し何度も繰り返すん、なんんんんもし過去の失敗を何度も何度も繰り返させられるとしたらあなたはどうする。繰り返されるとしたらか、繰り返したいな、こここうだったかなみたいな、もうちょっと頑張りたいなそんな感じのゲームになっております。はい、本当にこれ気になりますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回も任天堂のダウンロードセールいろいろ見させていただきました。もうすぐね、お盆っていうこともあり、サマーセールもねたくさん出てくるのかなということとなっておりますので、まあ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 買える範囲で、お財布のね、許す限りで何個か買っていこうかなと思っております。実際青鬼とか、まあ、今回で言うんだったらと人狼金魚とか欲しいですしねこれ欲しいなと思ってるんで、この辺とかは買えそうだったら買おうかなと思っております。こちらの動画良かったなと思います。ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもゲームの実況生放送メインで行っております。そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではではまた次回の動画か生放送でお会いいたしましょう。またね、バイ、チャオー。